道なりに進もう。誰かに会えるかもしれないしな。そういや、あ、ほら。もう勘弁してくれ。いやいや、クラック。おい、いいか。声が綺麗だ。そうだ。それくらいおぼ。悪くない代物か。少なくとも開けた瞬間の期待感は心地よいものだったのだろう。それもしお二人はあちらの予言の崖からいらしたのですかな。うわぁ、何ですと。誰が私はアーモンド。このし、あ、オイラの方をつね。なんと、ここがオイラたちの知ってる世界じゃないのは。異世界の勇者とその仲間が。おっと、私のか。ゆっくりで大丈夫。どこから。おお、昔魔法と、その後星と奇跡、最後、それは、そして最後に。え、先日ま、そうだ。ええ、お、あやつは怖すぎ、恐ろしいの。おお、髪はぬ、我々の生命、それが、あ、ええ、じゃおう、いえ、それは、もしよろし、森のよ、はい、あれ、あそこの芝生なんか変だな。インク酒場が色あせて、ああなってしまったのです。ここです。少々お待ちを。今な、あ、旅人、あれ、その声、よかった、二人に会えて本当に嬉しいよ。あ、森の妖精って、ありがとう。グランドバザー、夢の中で最初はオイラたちごめんね。気にすん、ほう、アーモンド長老、二人を、ええ、私のナッツよ、そしてピーナッツの殻よ。さすがニーロ。うん、なるほど。残念ながら小屋にある本からし、女神は本のページで、本にもざっと全部油かだ、油、他の本もで、これから、うん、そうだな。正直でも、そうやって踊ってたらすごく前向きなんだな。うん、あれあれ、妖精、こんにちは。ほんと、これは、いやいや、俺はパイプを入、戻し方、ほらほら、喧嘩しないで。だったら、うんうん、ありがとうご、結構進、お前が言うな。どこか間違えちゃったみたいですね。麻酔が詰まってます。そんな。
食症を。皆さんの話にはついていけ。なんだ今の話が。わえ、お前僕と同い年だろ。あ、正確にはうちのじいちゃんが。じいちゃんの花女神は。自分が見てきたかのように言うなよ。へえ。え、いや魔法だから。お前が大ボラ吹くから妖精さん。うんうん、そんなことないよ。光栄です。旅人パイモン、急いで次の場所に向かおう。悪くない代物か。少なくとも開けた瞬間の気。シェンブルン、またリズム。あの、練習の邪魔をしてごめんなさい。さっき道端で見か。ん？妖精さんじゃないか？シェンブルン。でも。そんなにかしこまらないで。はい、ごらん、酒場が閉まって。グランドバッ。さあ。へー、シェンブルンさん。いえ、酒場の休業。お前はうちのメインボーカルなんだ。分かってるよ。もしかしたらそれも。タッシェンブルンさん、元気出して。みんな笑顔で。そうそう、ただの歌だろ。お、そりゃ本当に気にしないで。ありがとうございます。素晴らしい、リズムはバッチリだ。元気を取りだな。残るはあと1箇所だね。出発しよう。譲渡しよう。ストラスは。チョロ、そんなに持ち上げ大丈夫？はあ、お手数で。尻尾もちろん。なんかちょっと違うんですよね。ありがとうございます。本当に。おお、ありがたい。これで一丁上がりだな。つまり、え、でも、こうやってお、うわ、器用だな。前に
舞台の小道具さんがこういう。どうだ。うわ、すん、うえ、話しかける。そうそう。あなたにもパチサラと名乗り、はあ、私、私のナッツよ、そしてピーナッツの殻よ。ピーナッツ、はじめまして。はじめまして。どうか成長。ほらパチサラ、アーモンドおじいちゃんのところにおいで。ニーローがも、あの、あ、もちろんか。さっき魔法、なるほど。パチサラも、パチサラ言うこと聞く。走る。こら、お前、さすがニーローが作った子って言うべきか。やけに元気だな。あの子の幸せすごく、だからひひ、そう、うん、でもインクサ妖精殿、ただいまも泳い、インク酒場の透明、え、なんで今のでわかるんで。そう、ああ、旅人パイモン、もちろんだ。え、おお、めっちゃ、どうやってんの。はっ、よっ、天道万象。ふっ、すまんすまん。ふっ、これは、美味しいものだらけの今回は。お待たせ。確か本にはこう書いてあったはず。こうして、次はそれでできた。うに、じゃあ長老。はい。ふう、うん、行こう。お前って本当にせっかちだな。森よ、魔法の雨。景色にぴったりだよね。それに、そうでした、何もかも思、私がこの世界を救う勇者が、予言の楽、今までそれゆ、予言の楽、間違いありません。あなた方は妖精殿とと、あ、今までも、やはり私も一緒に行くよ、勇者とも。皆さんのお城のてっぺんにある、他にも助けが必要な人がいるからね。でも、だから、うん、明朝、私が、そうだな、おや、うん、バブルオレンジ味の麻酔を頼むぜ。
おはよう。次の童話の世界に旅立たないとな。長老は確か駅に行けって言ってたけど。てっ、お前って本当にせっかちだな。起きろ、セドゥ。いや、下手な芝居はよせ。いや、見間違いですって。昨日のは私じゃありません。もうよい。起きます、起きます。ふん。よん、調子はどうだ？おお。いいって、海上列車。ええ。へえ。もちろん、そういうものもおります。城はよそから来た。おっと、列車が来ましたぞ。これでお分かりになるでしょう。はじめまして、ホイール。積み木の。ええ。勇者と妖精、それ。気にしないで、ホイールさん。はい。もちろん、光栄です。では皆さん、お好きな席へどうぞ。私も列車の中から聞こえてくるみ。うそかな。あれ、キララじゃないか。友達？ああ、ニーロに紹介してやらないとな。うるさいな。あれ、もう朝？おはよう。あれ、姫たち、旅人とパイモン。はーい。お客様、車内。にゃ、夢じゃなかったにゃ。キララ、落ち着けって。稲妻のキララさんは、ニーロス、シムランカ、私も機長。お前の身分は。それ、ここに来る前、声。そのカエルを捕まえ。そんな心配か。お前たち、猫に怯えるのは我々の。そんなこと言う割に一番腰が引けてますよね。やだな、それに。いや、これは失礼。お客様、おしゃべりに夢中になって。では最後、勇者だ、すべてがか。いや、アーモンド長老。道中お気をつけて。
高だぜ。列車の運行中は車外に手をお出しにならないようご注意ください。海に落ちてしまいますよ。向こうからも列車が来たぞ。やっほー。退職の問題が解決して森ににぎわいが戻ったんだね。私も今度遊びに行きたいな。すごく綺麗そうな場所だもんね。あの子たちに怖がられなきゃいいけど。まもなく到着いたします。お忘れ物のないようご注意ください。到着しました。おかげさまで。車内も広々として。で、これからどうする？キララが気になってる場所ってこの地…一緒に行こう。私はや…知ってるでしょ。安心して。わかったぞ。お前って本当にせっかちだな。お前って本当にせっかちだな。お前って本当にせっかちだな。助けて。一体何が浮いている方が。すみません。さっき予言の女神の間、簡単に人生の気悪いことのようにおっしゃいます。補足させてもらうと、でもさっきみたいに起こ、つまり例外はあるものの、とにかく皆さんは。そうだ。ああ、それならそこの鍵の刺さった台のことで。え、あれが。ご安心を。つまりそのフォンテ、もしかして小人が踊るオル。そうそう、とにかく。実に愉快だ。やった。次はお城のてっぺんに行って予言の女神の信託を受けないと。国王陛下の。え、王様。なんでこんな時に。まずいぞ。静粛に。オルビット城、肩書きが長いな。遠くからようこそ。あんたたちの功績は聞いたよ。森にあな、国王陛下のお名前を口にするとは。はいはい、
みんな肩の力。北欧陛下のご友人でした。うんうん。やめてよ、かしこ。それはよくわかってるじゃない。あと、こうも言われたかな。オルビット城の国王かな。私も似たようなこと。そうそう。ああ。はじめまして。お前は本当にのんびりや。何が心配なの？これよりむず、それに人生にはサプライズがつきものよ。ナビアさんはポジティブなんだね。そう言ってもらえ。予言。そのまさか。幸い衛兵が即座に対応。一つ返し。なるほど。ナビアさんは女神のちょ。まあここの住民の話だと。どういうことだ。ああ最近になって。そっか。あんたたちもた、うん、積み木のこびっ。そう、それよ。最近はまみんなその場に固定されたままクロックワーク。そうそう、その隙をね。え、それは待てよ。祝福の森。あとの2つの問題はまだいいけど。そこについては星空につながるギアを動かすの。お、軌道は文字通り。でもそうなのよ。妨害を無視して。そう、できれば。はい、私もいい。というわけ、あんたたちがいれば。まったく水臭いな。私にも。じゃあ案内するから、まずは城のてっぺんにある女神像のとこに行きましょう。お前って本当にせっかちだな。お前って本当にせっかちだな。お、あれ、とにかく急ぎましょう。こいつはクソ。予想外だぜ。主なきそれを初めて見つけたのが君であれば、それは君のものだ。うん、法律上問題はない。騒ぐな。はっ。口約束で済まないが、これを君に譲渡しよう。
神戸を垂れろ。これ、風邪ひくなよ。天理チョーク霹靂先陣。こいつはどうだ。諦めて。私は帰ってきた。天道万象、揺らぐことなし。おとなしく仕上がる。すまんぞ。油断した。これ前って本当にせっかちだな。興味深い。国王陛下、さっただ。許さないぞ。星空を動かす神託。神託を乞うための道具よ。やっ。ですが、国王陛下。捕まえても。承知しました。あの。ああ、それはそこのた。かしこまりました。ほら、あそこに神託の柱が何本かあるでしょ。なるほどな。お前が探しも星空につながる。ナビアさんの言ってた通り。まあいっか。星空を不調、その点は申し訳ない。任せろ。うん。お前って本当にせっかちだな。お前って本当にせっかちだな。
私はされます。いざ。辛抱よ、すぐ終わるから。終わるとか言うなよな、縁起悪いだろう。やっと片付いたな。もうこいつが故障する前にとっとと帰ろうぜ。止まれ！何をするつもりだ？邪魔すんな！何があったの？陛下、この者たちが。そこを通せ！下がれ！大丈夫だから。国王！それはご存知の通り、仲間の中に。そっか。え、あんたたちの覚え、前にも言ったけど、はあ、でも教えて。身動きが取れない現時点で。て残念ながら。おい、お前、事実を述べた。あんたたちの心配なんて。でもギアをその一歩。え、贈り物を。女神が俺たちを見捨てたと言いだ。うん、うん、どういう意味だ。女神様はこの世界やシムランカの民を愛してる。ああ、親ならみんな親鳥が子供に。しかし長年。何言って。え、危機に立ち。でもそれ出発点がな。はあ、友よ。何、でももう尻込み。あなただって以前は女神さん。もういい、お前らの好きにしろ。ああ申し訳ありません。あ、でも女神。そう思います。口には出しま。国王陛下、贈り物を。はい。じゃあみんな、あと、あっ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 、
軌道上の星はオルビットの街全体が。ほう、気分はどう？困惑と恐れは少しありますが。これからどうするか。実は一つ提案。つまり。そうじゃなくて国王陛下。うん、そうだ。人助けするにはそれをまとめる組織がなくちゃ。かっこいい組織名ならスピナ。え、正確には他の世界。スピナディロースラ。じゃあ。え、悪竜隊長の言う通りです。急に。陛下はその後や国王陛下。それならま陛下の言う通りだよ。わかりました。褒めて。そういうことであればもうお邪魔はいたしません。ここに来たと。はい、元明朝。ありがとう。はい陛下。じゃあ、あとは明日を待つのみだな。でも、綺麗な景色がいい。これが、勇士。確かに。とにかく今日、あれ？植物オブ。なんで？実に。いよいよ悪竜の討伐だな。モンドの水は木を汲んでいて、リーウェの世界の果てがどんなところかもわからないし、早く駅に行こうぜ。こっちは必要があるのだ。たっ、車両チェック完了。車軸チェック完了。動力チェック。おはよう、ホイールさん。ええ、わ今日の運。本当にいいって。さすがは。ええ、承知しました。ご心配なく。こっちの準備も大体完了したみたいだし。ひひ。乗り換え駅に到着しました。乗客の皆さん、足元に気をつけてお降りください。別の列車に乗り換えるみたいだね。ヒルチャールだ。あいつ。そんな。ホイールさん、ガンザンハッ。おとなしくしやがる。静粛に。お疲れ様でした。車両に細かな傷はあるものの。よかった。
この世界を見、みんなお願い。ニーローさん、私は大丈夫。この人が受け…軟弱だね。この程度のことで気絶するなんて。そんな風に…え、カサチ…はあ、ほう…あ、目を覚め…おはよう、ネボスケ。さぞいい夢…君たちが突然滝の上から落ちてきた。念のため言っておくけど、高いところから落ちて異世界に行くような展開は稲妻の下ろしてもらった後、お前はどこかぶつけたりしてない？めまいは？頭の中？ここの霧は。ところでこちらの、あ、うん、はじめまして。ご勝手。あれ？ふん、もし気に入った。待った。まったく。え？はあ？いや。へえ。でも僕はただこの近くに、他の世界に。見てくれこのひどいありさまを。お前がここで目を。はあ？おい待てよ。この場所をめちゃくちゃにした奴に会いに行くのさ。え？そこの竜の鱗。いちいちし、うん、毒を吐き。国王陛下、それからなぜこっちを見る？ホイールさん。いえ、ありがたいことにこの辺りは。そうなんだ。うん、その時はここの住民によると。じゃあでは国王陛下と。え、竜の鱗を出せ。お、ひひん。この奥に、あ、俺、ん？だって戦いに行くんでしょ？だったらいつもの慣れた格好。邪魔だったか。お前は何か。ええ、万全。まだかい。
属性を見下ろさん。俺、前に誰かいるみたいだぞ。あ、落ち着いて。私たちと一緒に行きましょう。行っちゃった。急いで追いかけようぜ。うわ、何の音だ。地震か。あれ、あいつらは。まったく、勇敢と無謀を履き違えてるようだ。ついてこいなんて言ってないよ。ミオラさん、遅い。ついてこいなんて言ってないよ。前方に注意しろ。奴が来る。この世界にまた新たな仲間。でも、はあ、私は好き。だったらお前武器を取れ。まったく。ありがとう。悪竜の木、うん、どうやらみあの竜この世界で次にあの、うん、おい、もし上が童話のとにかく先にだお。前、せっ、遅い。
ついてこい。うわ、ここの景色、上の龍の巣とはだいぶ違うな。なんて言ってないよ。なんて言ってないよ。私たちの家は、あの悪…星が…城の星が奪われた。いやだ。俺たち、悪竜に食われなかったのか。あの悪竜、俺たちをここに放置していったのか。カサッチさん、お前一人で…やつはすぐ目の前…私たちが…というより…オイラたちは…ここに来るや…なんとかして…その希望は戦いにそ。爆弾で口を塞いでやらなきゃ満足しなそうだな。
出てきたぞ。あっちも本気ってことだ。うまく避けなよ。ここは奴に本当にこの子は分かってる。だからこそ分かっても絶対ではないでしょ。ただ好きにする。それと ごめんね、私の大丈夫。この世界近いし、この世界結局こんにちは。し大丈夫。誰か違うの、ママ君も。そうか、それが君の叶えたい願いか。自分の存在を歴史から消し去りたいだなんて、いい願いとは言えないね。何者も君を定義はできない。何者も君の心を否定はできない。さあ、その名を思い出せ。ドゥリ。それよかった、無事で。彼もドゥリンってモンドの、そう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 、それでそれがシム霧の中の、あ、通りで私たちが、僕がこの世界に来た。結局ついてこい。ここって書斎？ああ。え？正確に魔女会だって。あれ、彼女はドゥリ。残りの目、
親愛なる姉妹たち、あたしは A は君たちが推し、あたしのせ、でも、あ、そ、バービーは、だったら、彼女が、これは、シムランカのドゥリン？彼が見上げてるの、どうやら、これは、もしかし、そういえば、祝福の森、一つの場所に落っこちた、これが、あんたが、あれって、オルビットのとはまた違う心臓か？運命の女神の心。もう大丈夫。そんなこと。それでは。おい。君がここの友人のよ。あんたは誰も。呪いをシムランカの、じゃあ私を、私ニーローはも願わくば、私ナビアはオルビットの国王として祝福を与える。私もこの世界の、あ、この世界の、同時に君の友人として、君が前に進む道を見つけられる。私は数多の世界を渡り歩いた旅人として祝福を与える。あなたがどこにいようと、仲間と善意が共に寄り添いますように。この世界をお願いに。あ、どうしたの？なんでみんな揃って僕を見てるんだ？え、ぼ、僕の爪が、翼とし、あら、かわいいじゃない。あ、どう？今の姿は、誰か花を持ってな、あ、ちょうど持ってるよ。本当によかったな。これなら、シムランカ、いや、おとなしく罪を償いに行きなよ。その、は？え、それは、そんな、僕はいいの？こんなことで。ありがとう。上に戻ろう。ひひ、わかっ、じゃあ、心配しないで、ドリン。うん。うわ、ガイト、この声はお母さんの友達だ。どうも、旅人と新しい友達の皆さん。その姿、チビドリ、もしかして、え、そ、もし、え、だから私、待て待てさて、私たちが、え、そのと、あなたたちの、もしかして、シクマ、シムランカ、しかも言われてみる、私はプレイホン、そんなグッ、あれ、でもおかしく、あ、思い出した、オイラたち、ん、そう、私には感じるの、あなたがチビドゥリンに与えた祝福、テイワットのこと、え、すべての、つまり、あれ、あなたたちは、え、砕けた海、そんなこと、あら、他の友達、彼女は、え、さて、僕は、気に入ってもら、そうそう、最後に
消えちゃった。ってことはこふふん。でも新しい棒。え、うん、私も早く。はあ、みんな見て、綺麗な星空。きっと、はあ、ありがとう。ありがとう、美しいお嬢さん。ああ、クレイのこと。神団長に来いよ。なんでお…おや、二人とも元気に。ひょっとしてここの…全部が全部…ほう…ああ、最初はここについ…せっかくの…どうせこの機会に…確かに…あ、あ、そういえ…もちろん、この酒場で一番混じりっ気のないもの…ん？パイモン？なんだその顔。いやいや、ふん、ここは慎重に行った方が良さそうだな。どれどれ、色は悪くない。私はやめておこう。パイモン、こういうことだったの。おいら、そういえば招待されたのは俺たちだけじゃないようだぜ。さっきコレイを見かけた。ベルウィンド。そうか、あいつによろしく伝えてよ。君も良い。ツリーハウスの構造、本当に変わってる。これいい。うわ、びっくりした。旅人にパイモン。あれ、あの大きな足跡の近くに。あ、ここに住んでるモモンガたちからチビドリ話によ。合ってるぜ。うん、そん以前の誤解とか。新しい、私はこ、その小さ、うん、え、いや、ダメダメ、それはまた今度にしよう。今は一刻。ひひ、そう焦らなくても大丈夫。ガイアさんも、あいつならきっと。じゃあ、オイラたちはそろそろ。あ、そうそう、最近スメール。うん、じゃあ、ああ。
私の見間違いでしょうか。信じられま…よっモナ、どうしたんだ。ブツブツ言ってるの。また水。おや、あなたたちでしたか。この女神像を見てください。どうかしたのか。別にどっかが欠けてるようにも。いいえ、信じません。若い頃この話おばばに聞かれていないですよね。なんだか背後から不気味な。本人の像の下で。あれ、でもモナは師匠の若い頃の姿を見たことがないのに、なんでこの…ここに来た時に水裏の番で占ってみたんです。星空の投影がし現実の、うん、そうですね。よりなんか観測を続けていくうちにここの術。その後ある方に話を聞いたんです。星と奇跡をつかす。これもあの…そういえばモナ、小さかつて災大半は…そっか、ちょっと…私は気にしないで。じゃあ行くな。オズバルト・ラフナビネス。はい。ならば私も。誰が重視。お嬢様は。こんにちは。カサッチ、チビドリー、やっと見つ。栄誉地の。二人とも久しぶりだね。うん。クレイを連れて一回りしたけど。ママス。クレイのママ。うん。チビドリン、お兄ちゃん。ありがとうクレイ。か、アルベドお兄ちゃん。行っておいで。うん、行こう、チビ。お嬢様は。わーい、かくれんぼ。話を戻すけど、あの時そこまで固執す。あるの。え、あの星。すべて。なるほど。以前に比べて、さまざまな状況に対応するため。ドゥリンの過去を知っている身として、事態もし予言通り、ドゥリンの死に僕の言いたいこと、まあ、そのためには。はあ、僕が。君がもし三女神の行いに意味があるの、つまりドラゴンスパイン。ち、確かに。アルベドお兄ちゃん、あそこに小さ。あ、僕の提案についてどうか。カサッチ、ただいま。お、何でも。そう。僕の考え。わあ、森の妖精さん。そういえば砕けた海。このボートの名前。え、うん、願いを込め。ああ、はあ、ドゥリンゴに。え、うわ、うん、スプリンゴ。前には？いいんじゃないか、シムランカ。外でも。じ、はあ、外に行ったところで。外に出るならドゥリン号に乗って。チビドゥリンお兄ちゃん、もういったまたすご。お嬢様は。うん、まったく。ありがとうみんな。君た、今度は僕。
そばにいてくれるわ。はっ、ウォーカー、一度、蹴る。高く、私は下げず、峠を垂れろ。死ね、手合わせしようじゃないか。みんなは俺が、話が通じないなら、やるか。はっ、私は帰ってきた。静粛に。や、全力攻撃だ。はい、料理の時間。手加減なしだぜ。討伐となるがいい。神戸を垂れろ。みんながそばにいてくれるわ。話が通じないなら、ただやるか。ふん、高き、私は下げず。私に見られてた。ふん、静粛に。た、全力攻撃だ。師匠の技を食らいなさい。料理の時間。海、私は帰ってきた。神戸を垂れろ。みんなは俺が守る。ウォーカー、よっけ。はっ、手加減なしだぜ。この瞬間、お前は永遠を手にする。こいつはどうだ。天理チョーク、剣女万弱。綺麗なさい。雨描きがたし、歌よ認識と。おとなしくしやがる。すまんすまん。これおとなしくしや。あー、行くぞ。諦めて。ここは奥義。
ち。この剣はわかるかい。雨描きがたし。この瞬間お前は永遠を手にする。こいつはどうだ。眠れない。せ、天道万象新天道地太陽ルカオ。すまんすまん、おとなしくしやがる。許さない。パーディクト。これやっ。天輪チョーク難攻不落。諦めて、や、震えなさい。股間奥義。雨描きがたし。おとなしくしやがる。風邪ひくなよ。こいつはどうだ。話が通じないなら叩く。早く投降しなさい。やるか。逃がさないわよ。それしびれなさい。よし燃えろ。みんながそばに。ここであんたを潰す。引くなよ。こいつはどうだ。触るな。た、海、私は帰ってきた。諦めて。おとなしくしやがる。静粛に。天道
ここにある。ガンザン、やめるのよ、許さない。すまんすまん。これ騒ぐな。宝物となるがいい。こいつはどうだ。この瞬間神戸を垂れろ。高き私は最天道万象。おとなしく仕上がる。諦めて。すまんすまん。ルミ、私は帰ってきた。神戸を垂れろ。そうくるか。難攻不落。みんながそばにいてくれるわ。師匠の技を喰らいなさい。左右ルコウ、サイ。ふっ、はっ、はっ、隙、はっ。ふっ、はっ、隙あり、はっ。天道、ここにあり。みんなは俺が守れ。ウォーパー、気をつけ。話が通じないの。歌よ、認識となれ。雨描きがたし。はっ、ふん、隙あり。敵立先陣、はっ、隙あり。いざ、ふん。みんながそばにいてくれるわ。傷なんて、いや、熱々でしょ。それ、やっ、くらえ、ふっ、やっ、はっ、はっ。左右ルコウ、この剣はわかるかい。雨描きがたし。ふっ、ふっ、隙あり、はっ、ふん。天道万象、みんなは俺が守れ。料理の時間だよ。はっ、歌よ、認識となれ。くらえ、師匠の技をくらいなさ。はい、はっ、いや、隙あり。はっ、はっ、はっ、はっ。天道、ここにある。剣女万丈、みんながそばにいてくれるわ。熱々でしょ。五花奥義、この剣はわかるかい。はっ、ウオパー、みんなは俺が守れ。天道万象、いざ。隙あり、はっ、隙あり。許さない。この瞬間、お前は永遠を。高き者、私は下げすぎ。ふっ、危さでザラッグが歩いてくる。ふっ、あっ、これすまんすまん。アーディクト、諦めて。騒ぐな。宝物となるがいい。静粛に。おとなしく仕上がる。風邪ひくなよ。震えなさい。許さない。高き、私は下げすぎ。食べ食べざる。なるほど。
この瞬間、お前は永遠を。行くぞ。騒ぐな。宝物となるがいい。風邪ひくなよ。ケア。エミ、私は帰ってきた。あれれ、お客さんが来たの。あっちゃった。アディクト。許さない。お前って本当おとなしくし。頬を垂れろ。この瞬間、お前は永遠を。高き、私は下げず。神戸を垂れろ。やるか。よ、震えなさい。すまんすまん。こいつはどうだ。騒ぐな。私は帰ってきた。おとなしくしやがる。アディクト。この瞬間、お前は永遠を取る。ケア。宝物となるがいい。おとなしくしや。震えなさい。風邪ひくなよ。手加減なしだぜ。静粛に。海、私は帰ってきた。許さない。こいつはどうだ。油断した。神戸を垂れろ。すまんすまん。おとなしくしやがる。宝物となるがいい。あなたの訪れは神格が示していた。みんながそばにいてくれるわ。師匠の技を喰らいなさい。歌よ錦となれ。永遠の描き形。あなたも一緒に踊りたいの。はっ、いや、すきや、はっ、すきやり、すきやり。久々の天理チョーク。全力攻撃だ。クオパン、よっけさかよ、左陣を起こせ。なりうるか。貴様の旅はここまでだ。みんながそばにいてくれるわ。キズ、あったあったでしょ。岩山八九。くらえ。ね、燃えろ。みんなは俺が料理の時間だよ。せえ。師匠の技を喰らいなさい。天道万象。たいや、お年寝つきあり。燃えろ。へえ、全力攻撃。歌よ錦となれ。この剣は分かるかい。くらえ。あつあつでしょ。剣女万弱。天道ここであり。はっ。あなたの訪れは神格が示していた。話が通じないなら叩くも。みんながそばにいてくれるわ。
太夫ルコン。雨描きがたし、あなたも一緒に踊りたいの？一緒に踊りましょう。天道万象。いい子の技を食らいなさい。メルジームはフォンテーヌが誇る美しき生命体だ。彼女らとは良い関係を築くといい。決して傷つけたりしないように。私は自身の仕事の価値とフォンテーヌの人々がなすことの意義を認めている。自分の責任を誇りに思っているのだ。メルジームはフォンテーヌが誇る美しき生命体だ。彼女らとは良い関係を築くといい。決して傷つけたりしないように。
こいつはどうだ。はっ。高き者、私は下げすぎ。ふん。いやいや、静粛に。おとなしくしやがる。悪くない代物か。少なくとも開けた瞬間の期待感は心地よいものだったのだろう。この瞬間、お前は永遠に頬目を垂れろ。いやいや、大末となるがいい。ただこうだな。悪くない代物か。少なくとも開けた瞬間の心地よいものだったのだろう。Thank you.
新天堂地。いざ。いざ。お前って本当にせっかちだな。お前って本当にせっかちだな。
お前って本当にせっかちだな。お前って本当にせっかちだな。風だ。
前とよっ実に愉快だよっ。なかなか運が揺らぐことなし。古の宝物、実に貴重だ。いざ。古の宝物、実に貴重だ。偶然の出会いには趣がある。
次はどこに行くんだ。私はキララ、稲妻コマニアの配達員だよ。安心してよね。私に届けられない荷物なんて存在しないんだから。え、尻尾？ああ、私妖怪なんだ。猫股って呼ばれる妖怪だよ。
旅はいつか終わりを迎える。慌てる必要はない。次はどこに行くんだ？リーユへの名所を巡りたいなら、いい案がいくつかあるぞ。古の宝物、実に貴重だ。はっ、甘い。偶然の出会いには趣がある。いざ！偶然の出会いには趣がある。古の宝物、実に貴重だ。
や。偶然の出会いには趣がある。来た甲斐があった。偶然の出会いには趣がある。いざ。いざ。甲斐があった。にゃんにゃん怪盗は絶対に遅刻しないのにゃ。流通のために作られた船は港に泊まる。だからリーウェはあらゆる富が沈着する場所だ。